はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電車で合流長編やっていきたいと思います。で、2回目ん4回目ですね。やり直して3回失敗してね、4回目のチャレンジということになります。八千頭と八千頭から行った方がいいのか、これどれやろうとしたんだっけな。湯の川、八千頭から湯の川やれます。これですね。で、夜やります。いや、難しいね。発車します。持ち点ゼロになっちゃうんだよな、どうしても急ブレーキとかになっちゃってね。1回目なんかね、結構後半40分ぐらいかけて競馬場前まで行ったのか、そこまで行ったんだけど、なんか止まって発車してすぐ車にぶつけられてね、明らかに車の方が悪いんだけど、こっちがねマイナス12点減点食らってね、ゲームオーバーになりましたね。この電車は函館駅前、12点の減点は結構痛いですよ。あの急ブレーキとかね、オーバーランとかは減点6点で済むんですけど、事故回避失敗するとね12点引かれちゃって、ね、ちょっと難しいところですね。16キロを維持してマスコン1と2を交互で使うと。次は青柳町ですね。で、雪が降ってるんですね。セガサタン版のね電車デフォーだと窓に雪がね張り付くんですよ。で、20キロで信号がね、1箇所あるのかな。あんまり早くつきすぎるとね、時間が余っちゃってね、後々めんどくさくなるんでね。ベリーハードじゃない方がいいのかな。そう思えてきたんだよね。で、この信号すぎるともう停車なんで。セクションはないんだ。ちょっと止まっておいて、ちょっと止まっておきます。すぐ6543、危ないね、ちょっと危なかったね。帝国運行ボーナス、ステージ1ボーナス。帝国運行ボーナスね、早くついてもいいんだけど、あれがもらえない1ポイントがね、結構でかかったりするんで、ね、あ、指定校、運転席指定でやりましょうか。20キロから25キロが目安。これはいけるかなって感じはしますね。これは大丈夫ですね。信号が3つあります。あ、でも、コスピの方が上がってんだっけ。これはいい。これはちょっと休んだ方がいいね。行かない方がいい。ちょっと5キロぐらい待って。としてですね、このペースで行って、で、セクションがあると。初セクションだって。今上がりますのでご注意くださいね。これは平気だね。下り坂か。ちょっと下り坂になってますね。で、セクションがあると。まああんまり早く行ってもしょうがないんで、あと1分近くあるんで、A セクション通り過ぎたらちょっとスピードをね落としましてね、こうやってねゆっくり止まるのがいいんだけど、
ダメか、ちょっとダメだったね。ちょっと粘れなかったな。あと1秒でよかったんだっけ。十字が、お待たせいたしました。発車信号、まあ注意信号だったらちょっとしばらく止まりましょう。十字がいい。信号4つある。セクション1個あって信号操作が1回あると。はい、発車いたします。十字街、十字の街。何キロ出せばいい。20キロ。スピード出さない方がいいってことか。もうスピード出さない方が良かったらしいね。結構ね、この難しいんだね。前こんな苦労しないでできたのにな。年のせいもあんのかね。やっぱ年を重ねるとゲームも辛くなるっては言いますけどね。まあでも年いってからゲームやるっていうのもね、なんか老化防止につながるっては聞くんでね、悪くないと思うんですけど。でセクションがあると、通り過ぎられるね。信号操作、あ、そっか、信号操作だった。すっかり忘れてる。で、あと1分近くあります。OK。で、信号も見てないとダメって。結構待たされるのかな。ちょっと待たされるかもしれない。あ、オッケー。スピードがね、まあ、なかなか上がんないっていう。ちょっと加速して、7、6、5、4、3、2、 OK。 あ、ぴったりだ。定時運行号です。 OK。 で、117ページに行きます。これ攻略をめくんなきゃいけない。大市場通り、はい、お待たせいたしました。横断歩道よし。何キロ、30キロが目安かな。これはこれはいけるかな。これはやばかったね、今。セクションがあるっていうのをね、すっかり忘れちゃうんだよね。で、あと3つ信号があると。これも行って大丈夫だね。ブレーキのかけ方、慎重すぎるのかな？あと1個。早いか、ちょっと早いんだよな。15キロでいっか。10キロ超にして、こうして、6、5、4、3、2、ちょっと早かった。
早かったね。これ1ポイント、2ポイント1ポイントはね、たった1ポイントの差なんですけど、結構でかくなるって。市役所がね、はい、市役所まで24キロでもいい。都内での携帯電話の使用は他のお客様のご迷惑となりますので、ご遠慮ください。はい、ご遠慮ください。また次の路面電車、朝、日中、夕方は湯の川からなんかイルミネーション電車みたいでいいですよ。八ヶ瀬ドック前までは10分間隔で運行しております。10分間隔で運行してるから便利っちゃ便利だよね。田舎みたいにね、1時間に1本とかね、1時間に2、3本とかっていうやつじゃないんだね。で、セクションがあるって。セクションあれ？セクションない？ああ、あるって。ちょっと止まりましょうか。20メートルか、ちょっとね、勢いをつけなきゃいけないで。この辺からちょっと。今焦った。でも20ポイントに乗ったな。うわーすっげーんだよ。まだ半分もいってないし。お待たせいたしました。函館駅前、函館駅前、これはいけるかなって感じはしますね。35km、 この辺で脱行しましょうか。まあ、こういう感じでね。でなんかちょっと騒がしくなってくるって。セクションはどこに、あるのここか。信号ちょっと止まんなきゃいけない。ん、函館駅前、そっか、ここに設定し位置すぐだ。じゃあ発車して何キロぐらいで走るの。この辺で4、3、ここだっていけば22ポイントで、ここだっていけば次バツカゼ町ですね。信号そろそろありますね。カチっていうまで進まなきゃいけない。ボタン押して何キロ、30キロ。信号操作に行かんだって。30キロ目安か。でセクションがあると、いけるよね。で信号操作ももう一回やった。
という感じですね。久しぶりなんだけど、実はもうちょっとか、なるほど、カチッといけ、早い、あと1分10秒残ってますけど、30メートルのとこで止まるか、じゃあしていいのか、なんかね効率が悪いよ。でも帝国運行ボーナスなるべくね欲しいんで、ね、やべ、ちょっと信号見てなかった、よかった。でもう一箇所、もう一箇所信号、セクションはない。あ、これはいけるね。何キロ、15キロでいい。こんなスピード出しすぎちゃダメってことか。じゃあ20キロでいいか。なんかね慌てちゃうんだよね。まあこの状態であと1分あります。お、くるくる回ってますね。まあここで OK。これでちょっと待って30秒になったらね、よしここでスタートで10キロまで上げます。987、あ、やべ、これ再加速のパターンかな。2、赤い車も走りましたね。もういいね、26点、26点もたまんないもん、たまんなかったもんね、さっき。で1と成長の、チャリで、チャリで雪道走るって結構危ないけど。お待たせいたしました、信号横断歩道動きますのでご注意ください。何キロ目安、25キロ。あの攻略を見ながらやってるんでね、25キロが目安とかってわかるんですけど、やめようか、行っちゃってもよかったのかな、これわかんないんだよな。いまいちわかんないね、この行っていいのか行っちゃダメなのかっていうタイミングがね。よし、でここでスタート、停留所が見えませんね。あ、見えてきた見えてきた。
感じで、さっきより着く時間は OK。 あーでもグッとつかないんだ。あれでグッとやばいなと思った。オーバーランするかと思ってグッとつくかなと思ったけど、オーバーランするか停止位置グッとかどっちかと思ったけど、信号待ちです。25キロ目安か。お待たせいたしました。発車から信号を横断歩道よし動きますのでご注意ください。次は昭和町、昭和町整理券は折り曲げないでください。これで OK。 これどうしよっかな。これいけるかな。いけるか。これ行ったところでなんだよね。行ったところで次の信号があるから、あんまりスピード出しすぎない方がいいんだけど。これでいいでしょ。で下り坂だからスピード上がるのかな。これこのまま行ったら特に上がんないんで。30ポイントまで行きました。次堀川島だ。たくさん駅ある。どうしようかな。これこのまま行っても大丈夫かな。あ、これはいけるね。で目安はなけど35キロ。八ヶ岳ドック前までは10分間隔で運行しております。環境と人に優しい路面電車をどうぞご利用ください。あ、これはいけるね。もう停止位置か。もう通り過ぎればまあなんとかなりますね。気のせい、気のせい、森のせいって、ね、言いますけども、7654321。あ、停止位置グッドだ。狙ったわけじゃないけど。33ポイントダブルスリーだ。次、千代ヶ谷。難しい、35キロ。お待たせいたしました。発車から信号よし、横断歩道よし、動きますのでご注意ください。次は千代ヶ谷。千代ヶ谷これちょっと止まった方がいいですね。他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。ちょっと止まりますね。止まるっていうか進んでいって、徐々に進んでいって、もう一個進行があるので、セクションがあるのか。次の信号気をつけなきゃいけない。いいのかな。あ、危ねえな。タイミングが難しいよね。あれ、
はもう時間を、もう時間なかったな。こういう感じでいきます。1、7、6、5、4、3、2。うわ、11秒遅れてた。次、中央病院。この区間、ダイヤに大幅な余裕がある。ああ、それは助かる。まあそこ1で15キロ。これで、でもちょっと遅れてるかな。どうなんだ。で、2つ目の信号があります。余裕ですね。次の信号を気をつけた方がいい。まあ、はい、曲がりますのでご注意ください。これちょっと無理ですね。まあ5キロくらいまで落として、お、ゆっくり歩行者が歩いている。で、これで、ああ、もう停留場がつくからか。早いな。どうしようかな、これ。どう先に。で、10キロは出しておくと。久しぶりのオーバーランド失敗した。五稜郭公園まで。あんまりスピード出さない。だいぶ手前で止まっといた方がいい。この信号を通り越したセクションだ。ここがセクションだと。ここは関連で。あ、こういう感じかな。ここだ。OK。で、信号操作があると。20キロ維持でいいらしいです。このまま進むと。体勢で持ってました。なんか山本昌のセットポジションみたいな感じで待ってましたけど。 OK、 こうやって止まればいいんだ。焦る必要はないんだけどね。次、杉並町。
ご注意ください。この電車は宇野川です。次は杉並区。ああ、ちょっと。ちょっと止まりましょう。どうしようかな。信号。ちょっと早いかな、やばいかな。ちょっと賭けでこのまま進んでいって、セクションがあんないね。何キロで行けばいいんだろう。25キロって書いてるけど、ちょっと難しいのかね。ちょっとここで止まっておくか。車もね、結構のんびり走ってるんだけど、時々見てるとね、危なかったりするんだよね。結構、うわ、これ接触事故寸前じゃないかって。あれ？時間ねえな。ちょっと時間なかったな。あれ？ちょっとびっくりしました。こんなに時間ないもんか。遅れてるしね。さあ、あれ？ああ、失敗した。また失敗した。大丈夫か？25ポイント。いやー、難しいですね。柏木町。まあ、またやらかして、ね。まあ、30ポイント前後あればね、クリアできると思うんですけど。ダイヤに余裕があるとは言いますけどね。またすに乗れるの、免電車いいですね。どうしよう、これ。これはちょっと間に合わないね。これで、これでやばかったら止まれる。あ、ダメだ、止まないとダメだ。で、ちょっとゆっくり行って、あと3つ信号があるんで、結構信号あんだな。結構信号あるんでね、びっくりするぐらい信号ある。まあ、時間ないんですけど、時間なくねえか。これも賭けで行っちゃうしかないね。賭けで行っちゃうしかないっていうのもすごい話だけど、で息を送らせて、で、停止チクッとだっけ。17秒か。27点。まあ定時運行ボーダー取れなかった。代わりと言ったら代わりだっけ。お待たせいたしました。ああ、しました。行けばよかった。まあ、このダイヤも大きな余裕があるので、加速は20キロまででしょう。あんまり攻略法もね、信用しすぎるとね、痛い目に遭う。
お待たせいたしました。信号よし、横断歩道よし、動きますのでご注意ください。次は深堀町整理券は折り曲げないでください。はい、整理券折り曲げてください。乗り継ぎをご希望の方は業務員に引き先を告げ、乗り継ぎ券を提示の上、料金をもう一個信号があるので曲がりますので、カード乗車券でお支払いの方は次にお知らせください。ああ、ダメだ。あ、信号無視だ。ああ、余計なことやっちゃったよ。6点減点か、厳しいな。焦らすんですよね。こういう風に焦らすっていう、こういう作戦なんですよね。ダイヤに大きく余裕あるって書いてんだけどね。3、2、あれ失敗、最悪。6点、18点ぐらいなんのかな。うわぁ、15点か、厳しい。またクリアできねえんじゃねえ、これ。マシンも待ちです。競馬場まで来る、どこで事故ったんだっけ、ここか。よく見といた方がいいです。お待たせいたしました。大丈夫、あ、これだ、これなんです。次は競馬場前、競馬場前。毎度自然をご利用いただきありがとうございます。2台通るんですね、車が。電話の使用は他のお客様のご迷惑となります。2台はきついな。ご遠慮ください。接してくる。あそこでここで行ったのか。競馬場も信号があと2つあるんでね。40キロ、40キロ行けるかな。ここはいいんだけど、ちょっとここでスピード落としてね。もう一箇所なんかあるんだよね。信号がもう一箇所ある。危ねえな、今。慌てなくていいの？慌てる必要ないんだけど、慌てちゃうっていうね。難しいなぁ、これ。駒馬車か。あ、信号待ちか。何キロ？ 40 キロまで。セクションが近くにあるって。ダイヤ、ダイヤは厳しいって。駒場車庫前、毎度自然をご利用いただきありがとうございます。40キロ、信号操作が2回なのか。あー、これではちょっと厳しいね。ちょっとこれはやめとこう。
直接寄り合わないっていうのかな。うわマジか、40キロ慌ててるな、慌ててんって。信号操作か、信号操作があるらしいんだよね。ここか、キロで行けってことか。ちょっとここはややこしいってことか。停止チェックと40秒くらい。19ポイント。モデル。モービルだよね。ここまで来てるけど。市民会館前、これは行けますね。カード乗車券、一律乗車券をお求めの方は車内でも発売しておりますので、久しぶりにやるからな、分かんないんだけど。あ、これはどうだろう、一気にちょっと開けていってみるか。あ、通過します。オーバーラン、やべ、そういうことか、そういうとこで気をつけろって書いてある。大丈夫かなこれ、初見じゃ無理だねこれ。湯の川温泉、そういうことで、あんまスピード出しちゃいけなかったの。何キロ出すの？25キロ。やっぱね、連続してやんないとこれ難しい。やんないと分かんなくなるもんな。セクションがあるはずなんだ。曲がりますので、あれ、ちょっと早いか。じゃあちょっと止まりましょうか。結構ミスってるから評価低いだろうね。めっちゃ評価低い。7、6、5、4、3、2、停止運行だった。と15ポイント、停止運行もあるのかな。お待たせいたしました、お待たせいたしました、横断歩道よし、動きますのでご注意ください。35キロまで加速、あと2個信号がある。曲がりますのでご注意ください。次は井の川、終点でございます。乗り継ぎをご希望の方は乗務員、曲がりますのでご注意ください。はい、曲がります。2個信号があるらしいけど、カード乗車券でお支払いの方は次にお知らせください。どなた様もお忘れ物のないようお支度願います。おー、怖いね、こういうのがあるから怖いんだよな。これはいけるね。曲がりますのでご注意ください。もうちょっと時間あるんで、まあ早く着いてもいいんだけどね。まあこういう感じで行きまして、ちょっと止まりましょうか。
白石内科、椿内科かな、なんとかしか、航空外科。はい、終わりました。500点いけばいいけどな。なあ厳しいね。なあ、これちょうど500点か。まあこういう感じですね。やりました。路線が増えました。ああ、路線増えました。だってはい、まあこういう感じでね、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。電車でゴー！四条編。